おにわせよ、チルンプリン将軍 M2 だ。ということで、本日はね、ちょっと YouTube についてね、のネタをやっていこうと、思うにだ。みんなね、YouTube って聞いて、一番怖いものってなんだと思う？ YouTube をやる上で、これを気をつけなければいけないってことはなんだと思うにだ。そうにだ。こちら、住所特定にだね。そうにだよ、これ。将軍もね、一時期ね、なんかこいつの住所を狙えみたいな感じでね、なんかサイトに載せられたりとかさ、ね、こいつの情報を求むみたいな感じでね、一回ね、狙われたことがね、まああるにだけどね、これね、本当に怖いにだよね。で、まあ結局ね、将軍の住所ね、まだバレてないにだよ。ただね、怖いことがあって、やっぱりこの宅急便の人がさ、家に来てさ、あ、みたいな感じでね、気づかれてしまったりとか、この間ね、同じ住所、このね、同じマンションのね、住人に、あれ、プリン将軍ですかってね、言われたんだよ。でね、とっさにさ、声かけられてさ、ちょっとびっくりしちゃったみたいで、あ、違うニダって言っちゃって、やばい、ニダ言っちゃったみたいなね、結構ニダがね、出ちゃったりとかしてね、まあだからね、その人がね、いい人だったからよかったけどね、その人が悪い人だったらね、即ね、いろんなものがいっぱいね、届くニダでね、っていう感じでね、まあ、住所特定はね、本当に、気をつけていかないといけない2段ね。はい、ということで、今日はちょっと住所特定されたらね、どうなるかっていう、ちょっとね、ネタをね、やっていきたいと思う2段。はい、ということでね、まず、ミスター住所特定といえば、そう、皆さんこの人、じゃじゃん、鈴木ゆゆたですね。はい、彼はね、もう本当にね、住所すぐバレる2だよね。で、彼ね、他の YouTuber とは違って、住所がこうバレそうになった時に、なんとね、彼が行った行動がこちら。じゃん。はい。自分のね、住所を自分でね、晒して歌うっていうね、逆にね、もうバレるぐらいだったら歌うわっつって、自分のね、住所を歌詞にしてね、自分の住所が書いたオリジナルの帽子とか、ね、T シャツとかね、作ってね、でもう弾き語るっていうね、もうすごい人なんですけどね。将軍もね、まだ抑えにはなってますが。でね、まあ、ゆうたさんが住所をバレて、まあ、ゆうたさんのね、家に送られてきたものとか、まあ、あとはね、ちょっと近隣住民のね、家にちょっと送られてきたものをね、ちょっとまとめたんで、次に行きたいと思います。まずね、こちらですね。まず住所を特定されたら、まずね、こちらが届きます。じゃん。ピザですね。そうなんですよ。もう、ピザが着弾しますからね。もうピザ着弾って言ってね、そうなんですよね。もう、近所の、もうすべてのピザ屋、ね、すべてのピザ屋から、もうできる限りの枚数とトッピングをされて、何万円もね、されて、それが、バーンって届きますから。これ、ほんとね、大変にだよね。まずこれはね、一番最初に届くものだね。で、次、こちらはね、じゃじゃん。カラーコーンだね。これも結構ね、配信者とかね、YouTuber のね、家で、なんでこの人家にカラーコーンあるんだろうと思ったら、だいたい住所バレてね、送りつけられてますからね。これもちょっと代表的なものにだね。次がね、こちらにだね。じゃん。ドラム缶ね。これも送られてくるんだよね。もうどうすんだってね、ドラム缶なんて送られてきてもね。まあ貯金箱とかね、使えばね、かなり、まあお金貯まるかなと思うけどもね。いや、これもなかなかね、ちょっとね、届いたら困るんだよね。次はね、こちらにだ。じゃじゃん。なんだと思う？これ、隕石にだよ。隕石。高いにだよ、隕石ね。もう何百万とかするからね。これ、代引きで届いたりとかするからね。もう、怖いにだよね。隕石着弾ってね。はい、次こちらにだ。じゃじゃん。はい。サソリにだね。しかもこれ、生きてるにだよ。怖いにだよね。サソリとか、あと、タランチュラとかね。もういろんなね、ヘビとかいろんなね、ものがね、送られてくるにだでね。もう本当怖いにだね、生き物は。はい、次こちらにだ。じゃじゃん。これなんか、ビンラディンのね、衣装らしいみたいね。で、これがね、あ、ビンラディンの衣装届いただけなんだって思うでしょ。これがね、35着でね、50万円相当が送られてる。ビンラディンの衣装35着はいらないんだよね。まあ、1着だったらまあ、あってもいいかななんてね、思ったりもするかもしれないけど、さすがに35着はね、いらないななんてね、思ったりもするんだね。はい。じゃあまあ、ゆうたさんこのぐらいで、次のね、YouTuber 配信者はこちらです。じゃん。コレコレさんですね。コレコレさんもね、もう将軍もね、好きでね、よくね、生配信ね、まあ、見てるんだけれどもね、コレコレさんもね、ちょっと以前、住所をね、こうバレたことがあって、まあ、こういうものがね、届きましたと。こちらです。じゃん。まあ、2リットルの水がね、まあ、約300本近くね、届いたらしいんだね。まあ、ただこれはね、配達の人がなんかすごいイラッと、ね、してて、その受け取りとかはね、大変だったりとか、場所を取っちゃうけど、まあ、水はね、困らないよね。あればあるだけね、嬉しいからね。まあ、これさんもです。これはその
なに困ってなかったというか、まあ、逆にちょっと嬉しかったみたいなね、まあ、話もしてたみたいね。で次がねこちらにだ。じゃあ警察ね、これもよく来る、ね、まあ、警察とか消防署とかすぐ来るにだからね、住所バレたら。でコルコルさんの場合はなんで警察を呼ばれたかっていうと、あのねバイオハザードのゲームを、ね、やったらしいの。こうやってたらもうこうバババババンって銃で撃つじゃん。そしたらあの銃を所持してあの発砲してる人がいますって警察に通報される半端ないだよね警察もね。いやもう絶対そんなことやっちゃダメだよ。で次がねこちら、食べログにね登録されるしかもねこれがなんか24時間のバーで、さらになんかね星もかなりねあのいい星がねついてたみたいでね。だからこんな住宅地でこんなマンションの中にこんなにね24時間のいいバーがあるんだって、ピンポンってめっちゃ人来ちゃうっていうね。いやこれも考えてにだよね、これ半端ないにだね。とかね、はい、だったりするんだね。で、次の YouTuber がこちら、じゃん、ヒカルさんね、金持ち YouTuber としてねやってるんだね。まあ、ヒカルさんもねいろいろちょっと住所がバレたりとかでね、結構ね大変だったみたいだね。でヒカルさん住所バレて、なんかやられたのがこちら、何これ珍百景にねこうなんか応募されたみたいな自宅をね何これ珍百景に応募されてねなんかトレントメーターとかね、これ半端ないんだよね。いやこれもよく考えたな。 で次がこちらにだね、じゃん、アルカイダに入信希望出されるっていうね入信したいですっつってね書類届いちゃって、ね、これ半端ないんだね。これもね、いや怖い怖い、アルカイダも怖いんだね。次がねこちら、まあさすがヒカルさんだなっていうものが届いております。こちら、ライオンですライオンライオンが届いてるんだよ、半端ないんだよね。ピンポーンっつってさ当てたらさ、ガオーっつって受け取れないって話だよねこれ、半端ないんだね。次がねこちらにはね、はい、ティラノサウルス等身大の模型どこに飾るんだって、これ変なのが入んないからね、分解しないとね。これもねなんか何百万とかするんだからね、半端ないんだよね。次がこちらに、じゃん、不動明王ね寺とかにあるやつみたいよねこれね、寺とかね観光地にあるやつみたいだからね、こんな家に置かれてどこに置きますって言われてもね困っちゃうんだよね。やっぱさすが金持ち YouTuber のねヒカルさんだから送られてくるものもすごいんですね。次のね YouTuber がこちらにはね、じゃん、配信者のねミズニャン、ミズニャンさんね、水谷さんもね、まあ、いろいろねちょっと物申し付けてね、諸君もあの普段ね動画見てるんだけどね、まあ、面白いんだよね。で水谷さんの家に送られてきたものが、こちらじゃん、スナイトやばいねこれもね、ピンポーンって開けたらトラックブーってさ、で砂が1トン積んだのね。でどこに下ろしますかって、いやいやいやってなっちゃうんだよね、スナイトも半端ないんだよね。これも怖いな。はい、じゃあ最後の YouTuber はこちら、じゃん、はじめ社長ですね。まあちょっと先日までね、まあキッズラインにね、抜かれるまではね、日本一のね、チャンネル登録者のね、まあ YouTuber だったみたいね。まあもう若いね、女の子とかからもね、まあ絶大な人気でね、まあ住所をね、バレた時に、まあ結構その、ストーカーだったりとかファンが来たりとかね、まあちょっとそういう風にね、まあいろいろこう困ることも、まああったんだけれども、まあこのね、はじめ社長でね、が住所バレて届いたもので有名なものがこちらにだね、じゃん、はい10分400キロ400キロだねこれね、いやー半端ないんだね、10分が400キロ。しかもね、はじめ社長これ受け取っちゃってますからね、まあ、何だろうと思って、そうそう、まあ、箱で届いたみたいなんだけどね、受け取っちゃってからその後ねどうしたんだろうなっていうふうにね、まあ、思いますんだね。いやまあということでね、まあ、YouTuber ね、まあ、住所特定、まあね、すごくされると、まあ、こういう目にね、目に合うにだでね、まあ、皆さん気をつけてほしいなというのと、あとはね、YouTuber じゃなくても一般の人でも、まあ、Twitter とかさ、まあ、Instagram とか、まあ、SNS ね、まあ、なんでもいいんだけれども、ちょっとしたね、この家のね、背景だったりとか、まあ、あとは通ってるお店だったりとか、あとはね、この人目にこの映った風景とかからね、住所を特定したりとかね、する人もね、ちょっといるみたいなので、もうちょっとね、みんな、写真撮ったりとかね、動画上げたりとか、まあ、ちょっといろいろね、気をつけた方が、いいなというふうにね、思ってみた。みんな、住所特定気をつけてくれにだ。以上、プリ将軍でした。将軍 TV、マフィン。チャンネル登録しないと、処分にだよ。ご視聴、カムサムにだ。